乳がん治療を中断し、不妊治療を選択したお笑いタレントの代田ひかる、45が21日、ブログを更新。最後の受精卵を移植していたところ、妊娠していたと報告した。おかげさまで妊娠していました。今3週と5日だそうで、普通妊娠ならきつかないレベルの初期ですが、受精卵がしがみついて着床してくれました、と報告。どんな感じなんだろう。バイト一発みたいな感じかな。まだまだ第一関門突破という感じで、高齢なので流産率が高いのも現実なので、と不安もあるが、せっかくの卵を大切に守り、安定期を手前の目標に穏やかに過ごしたく思っておりますと綴った。続いて、皆さんに応援とご心配いただき、本当にありがとうございました。ご報告までに、代田ひかると結び、ファンに感謝した。代田は2013年、アートディレクターの小泉孝之さんと結婚。14年から不妊治療を始めたが、16年に乳がんが発覚し中断、右乳房を全摘し、19年3月に乳がんが再発。昨年10月、不妊治療を再開するまで放射線治療を受けてきた。代田ひかる、1975年5月25日生まれ、埼玉県東松山市出身、158センチ、48キロ、2002年にはピン芸人ナンバーワンを決める、R-1 グランプリ初代チャンピオンになった、日本テレビ系、エンタの神様でも、どうでもいい話を展開する漫談などで人気者になった、2013年に結婚、16年に乳がんを公表していた。